あのストーリーからこう入るの最高ですから、それわかる。辛いっすよ、めっちゃ辛い。新基準だからめっちゃ辛い。全く何も起きないんだ。何百ゲームぐらいしてたら、やっぱ心折れない。そしてなんかこう激しくやって、当たり前だったらきついね。ホテル、はい。じゃあ人間諦めなかった。神に選ばれしデッキは神に選ばれたデッキでした。神に選ばれた、俺が日曜日使うか使わないかのそれを今厳選する。ただ問題がだから練習になるのはまず福島県に秋元しかいないんで、だいぶだからこの人はすごいっすよ。モネさん今からタクヤバーサーでタクヤをするんですよ。言うな、オープン。あ、それ俺はどんだけぬるい人にこれやれよみたいな。大事なところが何もしなきゃよかった。あの、ドローンは俺は強いんで。ちょっと、返されてるのドローすぎて読み出して。ドローンは100万点なんで。まあいいだよ。はい、俺100万点いくじゃないっすよ。あ、コンビション出てない。プッシュだよ。これとあれですよ。あ、そうだ。達成しましたね。ビデビデ。頑張ろうって言ったよ。変なわけですね。アホペットで、なんか面白そうなってたら。買い戻す。あれは買い戻すない。大丈夫だよ、つまんないから。ストーキャッチ。まあでも、サイドボードコーナーなんていうの、こう、なんていうのかな。そう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 。まあなんか、あれ楽しそうだけど。ちなみにどれでも遊べるからね、今。とりあえず、悩まんすよ。それもそれで。買わないでしょ。普通に使わないでしょ。回しきて、最初。だから、とっつまんなとこ困りです。あれで、勝てちゃうから。ああ、番組も簡単。ガイド2枚に持ってきてくれるから。これで完成。ルーカイ。頑張った。バット見ない、ねえ、殴り見ないやつ、はい、あ、はい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 、どうぞ。アンカツ食べるから、テイクさせる、あれ解禁したんじゃねえの？解禁しよう。読み合いしたんだが。あ、お客さん、これキープですね。交渉したい。エネルギー5個払うと、何でやるんですか？
これいいの、そんなの私はインスタとかソーサリープレイするとニコッと、これに対してレガシー開けそれに対しての深海の水がはい、ちなみにこのプレートは多分あれです。玉太郎でしょ。こんなインスタントプレイしてくれた冷ましては知らんゲームは本当に分からんな。でもなんかこれ100億点ではない。100億点マジで何パスです。この盤面だけで言うと8ではあるよ。8割でも問題は相手の色が分かってしまったからちょっと勝率が下がりました。もう一回言ってください。ちゃんとめっちゃ強いですね。神に選ばれしい相手のデッキだから。本当に三点入れます。本当に三点入れます。本当に三点入れます。はい、はい、見て、はい、コマークキレヨン、あとこっち私のやっぱりこっちゃ見て、はい、はい、なんかとりあえず殴ってみた的な、ね、なるほど、はい、多分間に合ってます。じゃあ、はい、多分そうだね。このままコントロールできちゃった。マジで痛なくなって。4点になさすがに死んじゃう。俺今死にかけてる。いこれ俺は神戸の料理食べながら行ったら神戸しかも行けないから行きたいよ。神戸なんか思ったより安くなりそうなんで2泊プラス飛行機で多分4万5000円。
いや、すいません、つまんないし。カットないから。今、カッツがやってたから。あ、本当ですか。今なんか思ったより福島、俺とカッツだけかと思ったら、なんか阿部君のことかな。あ、大東さんも行く。いや、大東じゃない方。あ、大東じゃない。レガシーやってる方の前。あ、大東は。ほいほい。大東は死んだよ。死んだんです。死んだ俺。熱がない。死んだ。俺、西田がいるから、西田殴って勝ちだよ。西田は何やりますか。じゃあ、お題やりましょう。まずはこれ、2枚だけ、ブロック入ってます。明日にはブロック入ってます。OK。これも打って6枚。結婚させるしかないんですよ。なんかこのスカ結婚させるしかないんですよ。よくわからないけど、なんか追いついてますね。来た俺のフィッシュ。いつのせいに。あ、モッティ。
出たー強くてしょうがねえ、ほんとに土日仕事だって行けないんすよ、帰りの時間だぜ。今は行かないですけどね。ただ1日しかないんだよ。はい、なんか令状何もなしだからって。はい、はい、やります。はい、紙に選ばれてる感じはある。この時終わりです。どうなのかね、中の対応はやっぱマシの方が良かったんですかね。マシ引けなかったのかな。マシマシって入れたら強かった。マシだからな。ソロ、ソロはない。ソロはない。ソロはない。エンドでございます。エンドパス、またこれ、プロプシナミスのガイド。あー、ガイド、はい、だそうですね、これで。はい、切り抜き、信頼と実績の切り抜き。6コピーします。16人で、17人で、14人で、14人で、14人で、やばいじゃん、それは。これダメなカードでしょ。さすがダメなカードでしょ。これでいつも引きねえの。石垣さん踏ん張りどころですね。そうなんだよ、ここは運命の分岐点でございます。終わり。野変人の攻撃からの破滅じゃないですか。それ強すぎでしょう。あのネロは、いやー、知らないですよ。お手に来てはこれのコピーの。あいつ、2人の AB 一体移動キャラをプラスで、どっちかネロを出ると、DP4 までパワーできるから。それダメでしょ。ここで、2人の入れ替えられるから。終わりです。バンドが遅い。強いですかね。水田さん、マジックお上手ですよ。本当にね、強いんですけど、こういうのってね、無駄に効くんだよね。見てて、11年のポジション。はいよ。はい、終わり。これ、チェース。あー、これ、トロワイティクソ強いな、これ。持ってんの最初で揃えないって言ってたら、エルダの島は赤目のトロンの設定から、やっぱ揃えないんですよ。緑取ってない分、そうですよ、森の戦術とか持ってくるのが地図ぐらいしかないんでね。地図ぐらいしかないんで、破り合い空広い。もう今、あれですよね、今、熱い空きタイプですね。そうですね、だから何サイドあるならサイドもやりますか。あ、取ってみますか。何度か思ったんですか。スイート4回はファブ。今んとこ、ここのエネルギーだけだと4回はファブ。全力ブロックみたいな。こいつはなんか遠くにしかブロックしない。失敗したのに。これだと打点ギリ勝ってないんだよ。これタカリアがいなくなるという。なんだろう。これもやられる。じゃあ8点。7で。はい。まずいね。ミスだな。ちょっと欲張りすぎたか。弱かった。考えることすごいな、この劇。いやー、これやっぱなんか抜けるカードめちゃくちゃあったんですけど、大写真のとこ、ただの切り替えですからね。あと1分からね。これちょっと切らん。どうぞ。9点。
そんだけやってたせいじゃない石本さん何撮ったんですか。やっぱ欲張ってた。欲張ってアーマシンでよくないっすか。あ、見れた。アーマシンでよかったんだよ。だからエンドバイアーマシンで普通にリカバーできたなと思ってた。